紀元前743年における、ウラルト王国の半島。これを絶頂として、以後は、アッシリア帝国の反撃にさらされることになる。サルグリ2世は、ウラルトの王。在位、紀元前753年頃から735年頃。ウラルト王国史上最大の半島を獲得したが、アッシリア帝国のティグラトピレセル3世に敗れ、ウラルトの衰退が始まった。 ウラルトをアルギシュティ一世の息子。父を継いで王となり、その拡張政策を引き継いだ。北東のトランスコーカサス方面では、ビアイニリ国などの抵抗にあったものの、サルデリ自身や将軍たちの軍事的才能でこれを破った。一方南方の宿敵アッシリアとは、睨み合いが続いていた。アッシリアの鉄や馬の供給源である。 アナトリア半島との連絡路をウラルトが抑えていたためである。サルドゥリはこの情勢に乗じて北シリアの小国を服属させてゆき、その勢力圏はウラルト史上最大のものとなった。天気となったのは紀元前745年頃にティグラトピレセル3世がアッシリア王に即位したことである。戦王アッシュールダン3世やアッシュールニラリゴ世とは対照的に ティグラトピレセルは、オリエントにおける派遣を脅かすウラルトの脅威に、武力で対抗することを決意、軍政改革に乗り出した。ティグラトピレセルは交通の要衝である北、シリアに出兵して、ウラルト勢力の排除に努めた。ウラルトに組みしていた北シリアのアルパドは3年にわたり、アッシリア軍の攻撃を防いだが、紀元前735年に来園したウラルト軍は、 アッシリア軍とユーフラテス火星岩で決戦して敗北、サルドゥリ自身は首都トゥシュパに逃げ帰った。アッシリア軍はこれを追撃してトゥシュパを攻撃したという。この敗戦でアッシリアに国境地帯を奪われたほか、ウラルトから離反する総督も現れ、またサルドゥリ自身もアッシリア軍に打ち取られたとも言われている。サルズリの地勢にウラルト王国は 絶頂期から衰退に転じたのである。サルグリの後は、息子のルサ一世が継いだ、アジア歴史辞典第一巻のウラルツ王国項目。ありがとうございます。